SWRK は給電線等の電装線路の定在波比を測定する測定器である。無線の送信設備において電波を発射するのに送信機、給電線、アンテナの順に接続されている。非同調給電線による給電で効率的に電波を発射するには送信機の出力インピーダンス、給電線の特性インピーダンス及びアンテナの インピーダンスのすべてが同じ値である必要がある。すると、送信機から発射された電圧波と電流波は同位相でアンテナに伝わり、すべての高周波エネルギーはアンテナから複写される。非同調給電線は進行波により給電する給電線である。しかし実際には特にアンテナのインピーダンスが理想通りの値にならないことがある。すると、 給電線とアンテナとの接続部分で高周波エネルギーの反射が起こり、アンテナから送信機へと給電線上を戻っていく電圧波及び電流波が現れる。これを反射波という。進行波と反射波とが同時に存在すると、給電線上に定在波が発生する。定在波が発生するということは、送信電力の一部がアンテナで反射されて、 送信機へ戻ってくるということなので、アンテナから副射される電力が減ってしまい、送信効率が低下する。同時に、送信機の集団素子が、反射電力により劣化したり破損したりする恐れがある。SWR k は、送信設備が、最良の効率で電波を発射できるようにするためや、送信機を壊さないようにするために、重要な測定機器である。 SWRKSWRK の内部構造。中心動体と2本のピックアップ線とが見える。SWRK の回路 SWRK は通過型高周波電力系で、上手のような回路構成になっている。SWRK は給電線中に接続する。左側の TX と GND は送信機へ通じる給電線を接続し、 右側のアントと GND にはアンテナに通じる、給電線を接続する。より正確な測定値を得るには、なるべくアンテナに近い位置に接続した方が良い。中心胴体の上下に、それと平行に走る線路が配置されている。これは、ピックアップ線という。中心胴体とピックアップ線とは、CM 結合により結合している。 ピックアップ線の片端を抵抗器でグラウンドに接続すると CM 結合の働きによりピックアップ線に有機する起電力は方向性を持つ送信機から高周波電力を送り込むと上側のピックアップ線は進行波に対して起電力を生じ反射波に対しては起電力を生じない下側のピックアップ線は反射波に対して 起電力を生じ、進行波に対しては、起電力を生じない。FWD 端子と GND 端子との間に、電圧計を接続すると進行電力を表示し、レブ端子と GND 端子との間に、電圧計を接続すると反射電力を表示する。進行電圧と反射電圧との値がわかると、定在波比に示された式により、SWR が算出できる。 実際の SWR 系では、利用者がいちいちこのような計算をしなくていいように、メーターのメモリに SWR の値が刻まれている。ありがとうございます。